今日ははっきり言ってこたつ動画をやりますこたつ動画っていうのはこたつに入りながら作れるような本当にアホみたいな動画っていうことなんだけどもえ本当はねこのチャンネルはあまりこたつ動画なんてやりたくないわけです実際現地に行きたいんだけどもちょっとねそうはいかないような理由があってえそのテーマっていうのはねこれなんですねもう2012年なのでもうかなり前の話なんだけども 韓国,人に韓国日本村を造成在日韓国人の定着支援これね当時2チャンネルなんかで盛り上がったわけです。いやあの在日のね受け入れてくれる祖こに楽園ができたぞと在日の皆さん是非お帰りくださいとかね在日ゲットができるぞみたいな感じで相当皮肉めいた感じでね、えー、盛り上がった話題なんだけどもじゃあ今このね えー、在日享報の村って今どうなってるかということについて実は取材しようとしたんですね、えー。せっかくだからやっぱ現地行ってねその在日享報の村さすがにもうできてるだろうから見に行こうと思って事前調査したわけですね。場所はね、えー、韓国の南部郡っていうところにありますこういう南韓国の南の方の島ですね。えーここですねで Google で見るとこの辺りなんですでここ今造成してますよね何かここにねできるそうなんですね。韓国のナムヘ軍ですで、えーまあ、ここでね日本語の記事なんかもあって、えー、実際その日本村ができるぞってことが書いてあるんだけどもまあ行くにあたって事前調査したわけです。で今便利な時代でねこれ元は韓国語の記事なんだけども簡単に Google 翻訳ででできるんですねあのブラウザでそれでまあ見てるんだけども、はい、これねその在日教報の村っていうのはまあそういうのができたっていうのはいろいろね経緯があって最初はアメリカ村ドイツ村ってつくった 作るっていう話になったそうなんですねでそこで日本村も作るぞってやったら炎上しちゃったわけですまあ、ご存知の通り韓国反日感情強いんで日本村なんて作るのは何事だとすごく炎上してしまったわけですねじゃそこでその事業主体がですね多分お茶を濁したんですねいや日本村って言ってもねこれは在日共法のための村なんですよとね、えー 日本のね帝国主義でね苦難を受けた人々を受け入れるんですよみたいな話になったんだと思いますよ。それでえ日本で説明会もやるって言ってねそれで30世帯とかそのぐらい集まったみたいな話がこうやってね出てるんですね韓国側の新聞にも。じゃあその後どうなったのかと「日本で説明会」って他の新聞にも出てますね。でこれ2015年の。 記事なんですよこれは、あの、まあ、あの、南海軍のサイトですね。南海軍のサイトです。ここに、えー、南海ヒーリングビレッジ造成事業マスタープランの設計工房による質疑応答っていうのがあって、えー、今度はね、この、南海軍が、この実際その造成に参加する企業に、えー、説明会をやったわけですね。で、その資料が、これね、韓国 韓国のねなんか多分ハンコムオフィスかななんかのファイルなんだけどもこれまあグーグルでなんとか翻訳できたので実際じゃあどういう応答がされたのかっていうのを見ると在日これですね「展示基本計画は文化と集会施設に該当するものであった在日同胞関連の内容は除くきましたのでこれ多分除きましたので」ということだと思うんですねこれ。 でこれ要約すると企業側としてはもう在日同胞関連のものはやらないですけどいいですかとそしたらこの南部ヘクの側はねもう除外それの話は除外するから出店者が自発的に提案してくださいっていう話になってるわけですここでなんかもう雲行きが怪しいわけですね2015年のあたりで。それでこのね えー、ナムヘタイムズこの現地の新聞ね2016年にここにねもう結論が書かれてしまってるわけですよ。ヒーリングビレッジ在日同本の村村ででシェフ村で電力交換ここにね経緯が書いてあるんだけど、まあ、結局さっき言ったようなね、えー、ドイツ村だのアメリカ村だので日本村ってやったらいろいろ炎上してグダグダになったっていう話があってその後にまあ じゃあ在日村しましょうっていうことで入居者を募集したんだけども結局ねこれですね入居申請者の立場では持続可能な経済的収入が担保されてない状況で信頼性の高い老後放棄し何とかがんとか冒険を残してとか命を懸けた冒険になるかもしれないっていうことでつまりねやっぱさすがにその在日のね年寄りなんかがいきなりね そんな韓国の田舎に引っ越して暮らしていくっていうのは無理じゃないかっていうことで結局ねじゃあ韓国で永住したいなんていう人はもう23人しかいなかったとだからもうこれじゃあダメだろうっていうことでまあそれで結局頓挫してなんかシェフの町っていうつまりもう料理の町っていうことでさらにまたお茶を濁すっていう形になったっていうことですね。じゃあ その、ね、ナムヘヒーリングビレッジ今完成してるのかって言ったらね2020年6月去年の6月の時点でナムヘヒーリングビレッジ造成中っててて書いいあるんんでですすよよねだだからまだ完成してないんですよ韓国語でナムヘヒーリングビレッジで検索しまくったんだけどどうも公式サイトなんか出てこないしだからまだ作ってる最中、えー、多分ねコロナのこともあってね遅れてるんだと思いますね。 ということで、ね、こういう状態だと、まあ、もうネットで分かっちゃったし現地行っても多分何もないだろうということでねコロナもあるしなおさらもうこれはもうこたつ動画でいいだろうというような判断になったわけですちなみにねこれ調べてたらなんか2018年に、ね、チェジュの方でも在日村構想っていうのをどうもやってるみたいだけど多分これも頓挫するんじゃないかなと思いますよねやっぱ理由は ここに書かれてる通りですよ、ね、いきなりそんな韓国行ったってどうやって暮らしていくのっていう話があって逆にそんな韓国でちゃんとね生活基バを持って暮らせるような人はいちいちこんな在日村みたいなことをやんなくてもね普通に商売できるんじゃないかと思うんですよね。だからこれも結局頓挫してしまうんじゃないかなと思います。ということでね今日は、えー、韓国のね ナムエヒーリングビレッジ通称在日村がどうなったのかということについてお話しいたしました。